皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は広瀬よしのりさん使っていきたいなと思います。中段道なんですよ。まあ、ずっとね動画で、まあ、ホークスの、まあ、強い選手多分広瀬さんが出てくるだろうみたいなことをね、まあ、結構言ってたと思うんですけど、まあ、その中でねステータスはもちろん高かったんですけど中段道だったんですよ。まあ、正直ね中段道かラインドライブかなと思ってたんですけど、まあ、この年の成績がね、打率が3割6分6厘、ホームランが12本、盗塁が72っていうね、もうとんでもない成績残してるんですよ。でホームランもね結構出てるんで、まあ、もちろんね、南海時代の広瀬さんもう生まれてすらないんで、まあ、どういうプレーをしていたかはね全然わからないんで、まあ、別にね弾道とかに、まあ、文句を言うわけではないんですけど、まあ、やっぱねラインドライブ期待してたんですよ。まあ、ホームランも2桁乗ってるんで、まあ、その中で中弾道だったんで、まあ、シンプルにショックだったっていう話です。ただ本当にステータスがすごい、ミートが86、パワーが69、走力が87ということで、まあ、この後ね称号をやっていくんですけど、打撃を極めし者をつけると、ミート走力が88同値でパワーもね B に乗るということで、まあ、パワーがやや低いんですけど、もう実質イチローさんみたいな能力になるんですよ。まあ、なんでねそれを狙って後で、称号をやっていきます。守備能力もねセンターが A で裏捨てが AAB、まあ、サードも守ることができますよと。でワンチャンショートとかね、まあ、レフトライトとかも適正つくかなと思ってたんですけど、まあ、そこがつかなかったのがちょっと残念かな。特能が阿部飛盗塁チャンスということで、まあ、特能もね、まあ、ある程度予想通り、まあ、ただやっぱりね弾道だよね、中弾道だから、まあ、結局今もね、イチローさん使ってる人だいぶ減ってきましたし、まあ、結局今ね、中弾道ってそんなに強くないんですよ。まあ、なんでラインドライブだったらなーみたいな、ラインドライブだったらなーって多分動画であと5回は言うんで、まあ、うるせえなと思うかもしれないんですけど、まあ、それくらい期待していた選手なんでね、まあ、まだわかんない。まあ、中弾道でもね、打ちやすかったら、まあ、普通に純正のガチオーダーにもね、まあ、入ってくるかもしれないんですけど、まあ、とりあえず使ってみてね、あの、使用感良ければまた考えていきたいなと思います。それでは称号チャレンジやっていくんですけど、本がね今のところ2冊しかないんで、本貯めるためにまず村上選手をね本なしで称号やっていきます。まあ別に何でもいいかな。まあ同値になればラッキーだし、まあ、能力上がったら上がったでラッキーぐらいかな。さすがにねミート A じゃなくなるのは痛いから、ミート A じゃなくなるのはダメということでやり直し。これ逆だったらね同値なんだけど、強心臓1しかつかんな。まあ別に強心臓でもいいんだけどね。まあただここまでやってるんなら、なんかそこそこいい称号がついてくれてもいいんじゃないかなということで、ラストやっていきましょう。切り込み隊長。まあまあまあもうこれでいいや。切り込み隊長か。いや、それなら強心臓でもいいな。で、ついでに坂本選手もね、2回できるんでやっていきます。まああの本がね、オーバーしてるんですけど、普通に称号チャレンジということで。パワー自慢、で、あ、どっちか B 同値か。まあ B 同値でもいっか。もうこれで終わろう。それでは広瀬さんねやっていきます。 A ランクいないんで、もう今回はね男の幻突の、称号やっていきます。もう狙いは1点、打撃を極めし者、ステータスをね一郎さんっぽくやりたいんで、さあ行きましょう。88、70、88が見たい、もうそれだけ。うわ惜しい、電光石火か。惜しいなぁ。しかも、総力型変わらずっていうね。惜しいなぁ。いや、もう一回やりたいなぁ。どうしよう。ランキング走って、A の選択契約書だけ取るのありなんで、まあ、もしかしたらやるかもしんないです。まあ、ただ十分ね、ミート88、総力89、とんでもないステータスになったんで、早速ね、使っていきたいなと思います。センター A ということで、ホークスの初めてのセンター A の選手ね。ホークスはね、適正にできる選手が、特殊した城島さんと、昔の今宮選手と上林選手で、今回の広瀬さんなんで4人目かな。まあ、あと結構ねホークス純正やってる方から、純正にね広瀬さん必須ですかと聞かれるんですけど、現状守備要員かなってぶっちゃけ思ってるんで、まあなんか無理して取らなくてもいいのかなって。ラインドライブだったらあの 100% オーダーに入ってたんで、あの必須だよって言ってたんですけど、まあそうですね、環境が変わってね、まあ、中弾道とかが強くならない限りは、守備要員になっちゃうかな。さあ詰まってるね。さあ今回は2番で使ってます。まあ一応チャンス持ってるんで、まあ、チャンスも見たいなということで、とりあえず笹まこさんで打っ
て盗塁してっていうか、まあ得点圏作ってみたいな感じで、で岩隈さんはフォークが2か、いや超えるっしょ。さあチャンスの場面を演出しました。広瀬さん何も出ない、何も出ない上にミート13削られるっていうね。せっかく称号でミート88にしたのにこれはきつい。ちなみにバッティングフォームは汎用です。あーボール球振っちゃった。ちょっとこれなしで。あそうだ、あのずっとさ、あの限定ユニというかあのユニフォーム買えるじゃないですか、あの歴代の、あの何回のユニずっと買おうと思って忘れてたんで、ちょっと2試合目から、ちょっと何回のユニフォームでねやろうかなと思います。落ちるっしょ。落ちないか。まあ1点か、うん、ちょっとね裏だし広瀬さんに回せそうにないんで、負けなかったら、スキップします。これはゴリゴリ連勝が止まりそうな相手来ましたね。よし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 、ツーアウトツーアウト、1点で抑えたら上出来だから。おようタイピン出てくれるね。よーし OK。 うわー取るかー、それ取るかー。あーようやく阿部秀太、阿部秀太けど向こうも出るからそんなに上がんないっていうね。しかも流し打ち警戒、いやミート打ちして、いやまあでも今回はね強振でいきます。いやちょっとねセカンドゴロ打ちそうな気しかしないんだけど、いやー本当に打った、きついな。さすがにね流し打ち警戒はね中難度だったらミート打ちしてセンター前打たないとさすがに厳しいものがある。オッケー、ナイスキャッチ。いや1点差なんだよ、1点差、ちょっと頑張ろう。よーし、オッケーオッケーオッケー、先頭出た先頭出た、しかもツーベースでかい。さあしかも続くはノムさん、これは全然余裕あるぞ、こっちの方が絶対有利。もう高梨さん出すよね。いや抜けるっしょ。オッケー、ラインドライブ、はい、ラインドライブのいいとこ出ました。めちゃめちゃ振り遅れたけど、なんならこんまま決めたいな。オーケー、センター前、うーんで1番に戻るでしょう。敬遠してくれねえかな、広瀬さんで決まるんだけど、ちょっと広瀬さんで決めたいという気持ちを押し殺して、あもう下手くそ、あーいや全然下手くそじゃなかった、あー勝っちゃった、あー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 、やばい、広瀬さん何もやってない、何もやってないし、めっちゃ打ちづらいピッチャー出すのやめてもらえますか、本当にやばいって、メルセデスはやばいって。ただようやく今日初選考なんで、いやフェアに残るんですよね、ライドラだから。やばい、ライドラのいいとこしか出てない。あーチャンス出てくれた、うーんコントロール、いやインコース攻めてくれればいいんだよ、インコース攻めてね、外角来ないでね。あーいいよ、しよしよし、その調子その調子、ダメだって、外角は、外角はダメだって、飛ぶ気しないわそこ、だからダメだって、うわ打てないって。メルセデスに外角攻めされたらやばいから頑張って引きずり下ろそうと打ってるんですけど、多分変えてくれないんですよ。でも佐々木誠さんですらもう流し打ち警戒されてるんで、絶対さ広瀬さんの時流し打ち警戒するじゃん。あーミスった、あー終わった、あー終わった、あーでもようやく全部出た、絶対流し打ち警戒するやん。あしない、あ待って、ほんとインコースだったらマジでワンチャンあるから、いやそう、その調子でいこう、絶対投げ打ち警戒すんなよ。うん、ファーボールもやめようって言おうとしたら入ってたわ。いやーようやく出た、ようやく出た、ようやく出た。皆さんわかります、この広瀬さんの時だけ必要なこの外角攻めで、またメルセデス、みんなわかってるんですよ、中弾道だったら外角投げときゃ飛ばないっていうのを、これ分かってるからこう攻めてくるんですよ。もうミート打ちしかない、辛いわこれがね。もうこれをお伝えしたい、もうこのまま現状あんまり打ててないけど、このまま流します、これが広角内中弾道の現実です。もうこうやって外角を徹底されます、もう仕方ない、うーんこうやってね頑張って打つしかないの、本当にこれが現状なのよ。これがライドラとか、まあ、攻めて中段度でも広角とかがあればまた攻め方変わってくるんですけど、まあ、どれだけミート走力高くてもねパワーないからあんまり飛ばないだろうっていう感じで、こう外角攻めをされるのが
まあ今のそのリアタイの現状なんで、これがまあ自分がずっとねラインドライブなら、ラインドライブならって言ってる理由です。なんでさすがにやっぱスタメンで使い続けるの厳しい気がするな、ホークス純正で。まあ守備要員に今のところはなっちゃうのかなって正直思います。よしよしよし、いやなんとかこうやってねこう流し打ち警戒されたらミートで対応していくっていうね、まあ今はこれが、まあ、主流かな。こうやってねアーチ外かったらもうあんまり関係ないんで、まあいいんですよ別に。まあもっと広角出れば外角なんて投げれないですし、結局広角出ればもうインコースしかないよねっていう、まあ、広角の強いところは外角っていう選択肢をある程度消せるっていうところにあるんで、やべボール球だった、まあ、広角の強さっていうのは、まあ、そういうところにあるっていう感じですね。よしよしよし、もう最後に気持ちよくコールドして終わろう。あシンプルに結構撮影してて泣きそうになった。あの打てないっていうのももちろんあるけど、こう徹底して外角攻めと流し打ち警戒とか張られるとマジで泣きそうになる。あ完璧。あなんか最後の最後に今のホームランでスカッとした、本当に。あすっきりした。なのでねホークス純正で、まあ、広瀬さん取ろうかなって迷ってる方いっぱいいると思うんですけど、現状はやっぱ守備要員になっちゃうなって思います、正直ね。いや辛いね。いや広瀬さんの登場ね楽しみにしてて、もちろんステータスは高かったけど、弾道が中弾道なだけでこんなに徹底してアウトコース攻められるっていうね、もう本当に辛い。ウィキペディアいろいろ探ってたんですよ。でね結構なんかあやべずっと同じショートゴロ打ってる。なんかノムさんがこう天才と認めた3人のうちの1人だみたいな、広瀬さんはって書かれてたんですよ。なんかそういうことが、なんかあんまり素振りをしないみたいな、素振りしない、なんかあんまりそんなことしなくても打てるなんか天才肌だったみたいな、ウィキペディアに書いてあったんですよ。期待しちゃうよ強くなるって。いや強いけどね実際能力は、そこはね訂正しとくわ。いや強いけど結局リアタイだとっていう話だから、コナミさんまだ遅くない、また来年広瀬さん出してラインドライブにすればいい、大丈夫まだ遅くない、俺は待っている、楽しみにしている。まあまあ歩かせるよね。おっと広瀬さん回ってきたやん、なんかすごい締めを取ろうと思ってたらなんかちゃっかり回ってきたし、なんかすげえ能力上がったし、ピッチャー変えられた、めっちゃ特能出てたのに。あまあまあ阿部ヒア、でもパワーが63かで、ビエラっていうね。はいや球クソ速っ、やば、はい、外のストレートがストライク161キロ。164キロ。いったんじゃね？嘘出た！